やっていきましょうか。バイオハザード6。今回からですね、まあ、チャプターが変わりまして、これは3ですね。ということで、まあ、半年経った世界観に、まあ、いるということなんですけれども、さあ、果たしてね、一体どんな、おっぱいが待ち受けているかということで、まあ、早速なんですけれども、まあ、男の子のおっぱい、なんてご立派なのっていうところなんですけど、いや、でも、マジでね、ジェイクね、まあ、もうちょっと腹筋の水が深かったら、まあ、僕のすごい理想とするようなね、スタイルですけど、まあ、もうちょっとくびれがあってもいいかもしれないですけどね、まあ、でも、筋肉質っていうか、えこちれゃで、め大胸筋なんかちょうどいい感じになってどうまにすもすんね。るはい、まあ、そろそろ行くかということでね、まあ、腰を振りすぎてね、まあ、いくらで、大体、触ったら気持ちいいかっていうことで、まあ、やっぱね、おお、顔が気持ちいいんだ、おお、うら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 ってみたいな感じになってるんですけどね。で、ゴキ、あ、本当に打っちゃったよ。で、この時になぜか打たないっていうね、もう死んでるのが分かってる、なぜか打たない優しさっていうね。まあ、こいつもこいつでおかしいんだけどね、銃で撃たれてさ、まあ、いくらシウルスに感染してると言われたら、普通にね、やれるっていうね。で、もう一つがね、おお、こっちがメインでございます。さあ、皆さん、そう。これ怖いなここれこれれ。これ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 。あ、揺れてる。揺れてる。だってもうみんな分かってるでしょ？これ、ノーブラ、ノーブラ、ノーブラですよ。で、ポッチが見えないのが辛いよね。これね、ポッチが見えないのが辛い。あ、ほんで、お尻パイパイ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ニュースをつけます。で、何が起こってるか分かんないけど、とりあえずなんか、あ、終了のお知らせ？なわけねえよな。ジュイーンって、早くね？あれ？こんな早かったっけ？マブチーン。さあ、あれ？何か暗いことが起こっちまっただ。何が起こっただって。で、やばい。さあ、脱出だと思ったら、ああ、なんか変態野郎が来たぞって。この暗闇に乗じてね、もう金髪美女を襲いまくろうとしてるね。もうほんとエロい魂胆ですよね。もう手に持っている肉棒でね、もうありとあらゆる穴と穴をね、もうブチ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 刺していこうというか、魂胆かもしれないですけどね。そうは、問屋が下ろさないぜって。問屋が下ろされてもね、もうなんか30歳を過ぎると、こんなね、くっそ古いネタなんかがっていうのかな、ポコポコ出てきたりとするとかしちゃうんでね。皆さんもね、だいたい自分がね、思わず出てしまうね、なんかそういう発言とかがあってね、いくらで、ね、いくつなのかってバレちゃうから、そこら辺気をつけた方がいいかもしれないってことですね。はい。ということでさ、お仕置きの時間だべー。あれ？あ、ここムービーなんだ。てっきり自分がやんのかと思ってた。戦ってくるのかと思って。どうにしても、あ、タバパナオッパって、これ本当何か、あそこまでさ、ノーブラで、シンプルに本当にノーブラでここまでね、おっぱいが、こう、なんか、ひしめき合ってるというか、本物の谷間っていうの？なんか谷というか、なんかもうね、もう溝が深まりつつ、ものすごいことになってるんだけど、ほら、こっち向いてこっちほら、ね、こう首を右に左に振る瞬間にこそね、もうこうなんかおっぱいがプルンプルン、プルンプルンしてるとかするんですけど、もうそんなこともあれで、あれ、死体がいない、死体がない、もう死体はいなくなった、死体。で、ジェイクは生きてるぜ、っていうね。はい。そんな喜びの声も上げつつ、さてと、あ、じゃあ、で、久々にやると、久々じゃないんだけどさ、久々じゃないんだけど、カメラのね、ご褒美プレイ。こんな美女にね、もう命取られるんだったら、もう喜んで、へい、喜んでいいっつって。さて、なんとなくここが鬼門というか難所だった記憶はあるんだけど、敵いる？いないね。いないっすかね。お、かく、ちょ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 、いたいたいた。隠れてても大丈夫かな？いない？いる？いない？いない？いる？いないかな？いない。ないないづくし。オッケー、大丈夫だね。で、ここの街角には、街角？曲がり角だね。いた。でもちょっと待って。これやばくない？あ、本当に。もう、本当気痩せする。ああ、やばい、来てるー。いない。おりゃ、うい。いやー、今の、あれだね。ハンクみたいな殺し方だったね。ネックツイスト。いやー、やばい。プルン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 。いや、もうこれ見るだけでもこの回は価値あるですよ。もう5分で終わりっすよ、もうこの感じね。さてさて、で、向かっていって敵はどっかにいるのかな？そんななんか大胆に動いてて大丈夫なのかって感じはするけど。敵、あ、いた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 。で、そんなこともお構いなく、後ろから、ご褒美プレイ。あ、ちょっと待って、なんか敵が追加された。ちょっと待って。やべ、あれ？しかもこれ戻ってきてない？
戻ってきてるし、敵いるし、なんかどっか走ってっちゃったし、ちょっと待って、お前それはまずいだろ、お前銃で撃つはさ、穴が開き、痛い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 って打ち込んでやるよって感じかもしれないですけどね。あ、このレーザー、ちょっと待って、レーザーめっちゃお尻見るやん。で、このレーザー砲の正体はあれ、ジェイクだからさ、もうなんか分かってんだけど、ジェイクもなんかそっち的に加担してさ、シリのことひむいちゃおうぜと思って、痛い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 、全然ジェイク役に立ってくんないし、え、あ、ちょ、やっ、ちょっと待って、あのね、シンプル、シンプルにあのバッテリーが切れそう、バッテリーじゃなくてなんだっけ、これあのコンバットゲージか、コンバットゲージが切れそうな状況になってるけど大丈夫かな。でこれでまだ敵追加される、いる、いない、あ、初めて、あれ全然食べてきてなかった、え、あ、やばいやばい、違う、なんかひたすらに暴走してる、こいつらもうあの服ひんむきたすぎてもう躍起になってやがる、危ない、あ、ちょ、オッケー、やばい、このままだ大変なことになっちまう、やばい、もう回復、あ、なんでこんなところでそんなさなぎに燃え上がるって言うんだよ、危ない、こんなところで死ぬわけにはいかない、ので、ゴールです、変で、そんなさ、ノーブラの女の子をひんむこうなんてさ、もうそんな大賛成なんなら加担してあげちゃおうかなっていう気がするんだけど、違う、こっちじゃないな、どこ行ったらいいんだろう、あれどこ行ったら、おー、カックス、お前か、やば、こいつを倒せるだけのあれはないぞ、どうしよう、え、あいつって体術で倒せんの、それとも電撃ビリビリにしたら、あ、戻ってきちゃった、電撃ビリビリにしたらなんかすごいことになるとか、ちょっと待って、やばい、あんな相手知らねえ、ちょっと待って、逃げる、とりあえずあいつは物理攻撃しかできないから、あ、銃も物理か、そう考えると飛び道具は使えない、もう接近戦のみのやつだから、とりあえず逃げて、こっちで合ってるかな、あったプールの更衣室だ、あったということで、ここで脱ぎなんてことはできない、だうりゃー、オープンセサーミー、オッケーで、とりあえずここに敵が出てくるのを待って、あそこを眺めておこう。オッケー。で、スペースの位置があれだな、すごい見にくいことになってるけどな。さて、敵が来ないのかな？インプットパスコード。さあ、今回は一体どんなパスコードになっているのか。あ、無痛の中から寝てる？え？あ？え？え？なに、ちょ、待って、え、あいつバレてる、こっち来てる、もしかして、ちょっと待って、え？そんなことある？マジっすか？しかもこっからやり直しかよ。うわ、つらー、マジかー。ほーい。いやー、ちょっと今のマジで、バイオハザードってホラーゲームだったんだっていうのをこう気づかされた瞬間やったな。ってことで、これしっかり、あー、これまた見つかると大変なことになるんじゃないか？ほら、また追加されちゃったよ。もうこれ、ちょ、なんで寝る前に寝とけ。はい、おやすみ。逃げろ。で、飛び蹴り！一体ずつ確実にします。え？それはいいんだけど、もうさっさと行っちゃおう。さっさと行ってしまえば、何の問題もないはず。お邪魔します！ダイナミック入店。で、こいつが何をやるか。あ、バレてる。こっちから、ちょっと待って。あ、痛い。ちょっと待って。接近戦早いナイフ&。何かくっつけてんのお前。女の前だから。敵がってこの野郎。逆に肉棒刺してやる。ぶっち。はぁ、やっべぇ、コンバットゲージ切れた。ちょっと、一旦。ない。はい。痛い、ちょっとおはようございます、もう寝起きドッキリ半端で、いやー、ちょっと待って、おい、ダイナミックにセクハラしてるんで、そんなところでも、あ、そんな、変わって、
変わって死んでようっていう勇気はないのかね。俺はちょっと食べるのおっぱいを触りたい。ちょっとめあでも本当におっぱいを見たすぎてお前ら目玉が3つも入ってやがる。3つどころじゃない。あやべ、あーあああ服刻まれる。やばい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 。なあてい届かな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 い。あーあつらい。ちょっと待って、真剣に辛いぞ、これは。一体どうなってやがる。まずい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 。そんなのちょっと、俺が望んでいたこんなパートじゃなかったと。確かにもうエロすぎて、もう取れ高は、あるなっていう風に思われるかもしれないですけど、そんなことじゃないですよ。そんなことよりも、まずゲームを普通にクリアするっていうことの方がはるかに大事になってくるから、くっそ、やべえな。くっそって言っちゃった。うんちやべえな、本当に。うん。それはただの漏れそうな人の発言。違うんだよ。違うんだよ。そんなことが言いたいわけじゃなくって。あーということで、見つからない。見つかって、さあ、次。次。次、次。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっとやりながら、ちょっと水を飲む用意だけしようと思ってね。水を飲む用意だけしたいんだけど。あれ？あった。よし、これで今バレてないでしょ。これで今バレてないまま来れてるはずだから。よしよしよし。こいつもう、なんでバレた？おかしくね？え、なん、お前バレた？おら、顔面ショットガン。なんか違う気がするけど。ほんで、ここにこう隠れてたら、さすがにあれバレてても、もう出てこんやろ。だって、ねえ。え、みんな静かにしてね。なんでやねん！おかしいやろ！お前、だから攻撃最中はさ、攻撃最中はバイオ RE4 と同じ仕様にしようか。RE4 じゃねえ、バイオ4と同じ仕様にしてくださいよ。サイズ中の攻撃は禁止ですよ、本当に。ダメ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 。女の子は腰を振ってる最中にね、下から突き上げるなんていうことをするなんていうのも、ご法度でございますから、ね、女の子がね、自分で自ら腰を振って、疲れたってなったらもうね、そこから絶頂を迎えさせるために、とどめてほしいんですよ。じゃあ、何の話を売る。やばかった、本当に喉が潰れそうな。アホなこと話しすぎても本当に喉が潰れそうな。でこれでもう大丈夫なはずだから、ということで閉めません。入ります。もうこれでもう一回敵がね、バンってね現れたら本当にもう、ええ、ちょっと待って、聞いてない。そんなのは聞いてない。そんなことは聞いてないぞ。大丈夫か。めっちゃなんか荒れ狂ってんだけど。いやー、ちょっと待って、おかしいべや。ちょっと待って、いっぱいいるね。いっぱい電撃っす。うわ、やばい。ちょ。くるっと回って、ゴハービー、肉棒。あ、やばい。これなんかもう本当に嫌な予感しかしない。嫌な予感しかしないんだす。痛いー。痛い、ちょっと待って、こんなのってないんだね。こんなのってないんだべや。やばい。ちょ、本当にねえ。これダメでしょ、これダメでしょ、これダメ、これダメ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 大変ですなぁ。敵にバレないで。よし。じゃあ、これ、ちょっと、これはまた敵にバレる。バレる。え、敵に見つからない。これ、今まだ見つかってないよね。見つかってないよね。よし、OK。え？いるけど、とりあえずこいつ始末して、おい、ゲット、オッケー。よし。オッケー。で、慎重に。あれ、バーンってやるから、その音で、何かがいたぞーっつって。これも、この敵の後ろから、バレないように慎重に向かっていって、で、ここから、なんだっけ？8、オメガ、クロス。8、やばい、急げ。8、オメガ、で、クロス、オッケー。よ、やっと進めたわー。もうなんだよ、ほんとに。もう二度あること三度あるみたいな感じになっちまってよー。ほんとに辛かったべー。で、おっぱい揺らしながら。うわー、待って、いっぱい待ってる。こっち来てるね。うりふり。
ほら、ここに巨乳がいるよ。巨乳で金髪で短髪で20歳だよ。年齢は26だけど、そんなことは気にしない。もうとにかく美人ということだけで、もう全て許されてますから、これこっち来る。なんでお前も肉棒持ってんだよ。お、これあっち行ったり、あっち行ったり。肉棒を、プレゼントフォーユーゲイー。ちょっと待って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 。このままだとまずい。あ、ちょっと、真剣だばー、疲れたばー。ね、もう最後にね、ちょっとね、もう迫り来る巨乳っていうの、迫り来るおっぱいばいっていうのをもうみんなに見せて終わろうかというところですね。はい。ムービーになったらね、もうね、なんか気づいたらもう20分、じゃあ15分くらいね、もうなんか撮っちゃったりしてるからね、もう。あ、でもなんか地味に揺れないね。あんだけ巨乳プル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 してるのに。まあいいや、もう行きましょうか。もう一回。いいよ。ということで、はい、おしまいでございますね。ということで、まあみんなの巨乳なんだけどさ、今だけジェイクのものにしてあげてという瞬間が訪れますね。はい。残念なことにね、仕方ないよ。だって、この系列の主人公だもの、僕が来るのが遅すぎたせいで、本当にね、ジェイク待ちぼうけって、まあそれはね、ノーブラであーってなるよね。で、下もね、あのね、まあ色気のないただの白パンっていうね、多分実験で履かされる紙おむつみたい。紙おむつじゃねえ。紙パンツ。誰が履かせるおむつ、ムーキーマンや。ムーキーマンちゃん、ムーキーマンは、あれや、クレヨンしんちゃん出てくる、ムーニーマン、ムーニーマン。Obviously, いやーにしても、こんなに大変な目に遭うとは思ってなかった。いやー、ほんと湿気。もうちょっとね、せめて、まあ、いろいろ規制があるのかもしれないけど、ここまで綺麗な鎖骨を見せ、鎖骨じゃねえや、肋骨じゃねえや、肩甲骨を見せられたら、もうせめてお尻まで見せてくれてもいいんじゃないかって思うけどね。ところで君、本当にノーブラのまま走ってんじゃないかって、そこまで小さかったら、走れば走るほど、もうおっぱい揺れて乳首が擦れてないんじゃないかって思うけどね。なんか実際さ、僕も、あの人様に自慢できるほどじゃないけど、多少はまあ、おっぱいぱいが出てる方なんですよ。それは太ってるから、ちゃんと鍛えてるからって言うんですけど。What? 色気だがないけど、でももうシェリーのパンツというだけでもう世界的な価値が、っていうことなんですけど、まあまあそうでね、まあそんな話はどうでもよくて、やっぱ階段とか降りるときに若干のプル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 するっていうのを感じるから、やっぱりね、それなりにおっぱいがねちゃんとある人っていうのは、普通に生活して歩いてるだけでも相当痛いんじゃないかなと思ったりするけどね。ところで6月なのにマフラー巻く必要ある？あれなんだっけ、なんかマフラーじゃなくて、なんかあってね、スカーフ、うん、6月でマフラー巻いてたら本当あってね。てか気づけば2人ともまあ七分だっけ。It's the whole reason why we're even here. なんか六分丈くらいだよね。半袖とは言えないけどな。まあなんかごちゃごちゃ言ってるけど、大丈夫、安心して。あなたのお父さんがまた暴れ散らかす世界っていうのがちゃんと RE5 でおそらく出てくるだろうというね。うん、RE4 のエンディングであそこまでウェスカーとかを大々的に出してたら、あれで RE5 じゃなかない作品、じゃ RE5 以外の作品が出てきたとしたら、もうあんなブーイングだけどね。まあでもこれまでで一応、セブンが出て、外伝的な作品が出て、エイトが出て、で、まあ外伝的な作品が出てっていうのを繰り返してる。まあ RE2、RE3 だからな、RE4、あ、そっか。じゃあとか RE エンジンで言うと、やっぱ RE5。でも RE5 の前に9が出てくるべきだよね。あの、7が RE2 で、今日は、あれ作品が出た順番覚えてねえやん。なんかブチ切れてますけど。はい。ということでね、今回、まあ、キリのいいところまで、来たというところでですね、本作品の本パートは一旦終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。本当に、ね、まあ、ちょっと、おっぱいをいっぱい見ることができて、おっぱいがおっぱいしてたっていうことでね、そこだけ許していただけたらと思うんですけど、まあ、ちょっと、進捗としてはよろしくなかったんで、次頑張ろうと思います。ということでね、次回パートでお会いいたしましょう。おっちゃんでした。さよなら。バイバイ。あれ、ぐるー。完全に、ジークの頭を打ち抜いてる。はい。じゃあね。